ロリー・キニアはイングランドの俳優である。ローリー・キニアとも表記される。妻は女優のパンドラ・コリン。両親は俳優のロイ・キニアとカーメル・クライアン。また父方の祖父はスコットランドのラグビー選手のロイ・ミューア・キニアである。ターハウススクールに通い、1991年に卒業した。ロンドンのセント・ポールズ・スクールで教育を受け。 オックスフォード大学ベリオールカレッジで英語、ランダで演技を学んだ。ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーやナショナル・シアターに出演しており、舞台を中心に活動する傍ら映画、ドラマ等でも活動している。日本ではダニエル・クレイグ主演の映画、007シリーズに登場するビル・タナー役で知られている。1988年に映画、新。 三十四の撮影時の落馬事故で亡くなった父親をもっとよく知るために俳優になったと2008年のインタビューで答えている。女優パンドラコリンとの間に息子ライリーと娘ホープがいる。2020年5月に姉カリーナが新型コロナウイルス感染症により48歳の若さで亡くなったことをガーディアン氏に自ら寄稿して明かしている。カリーナは 出生時の酸素不足で脳に深刻なダメージを受け、19歳の時に救命のために脊椎の手術を受けた後は腰から舌が麻痺したままとなり、死の6年前には排血症で相関されて腎臓にダメージを受けていたとのことである。その後、カリーナの名前を冠したクラウドファンディングキャンペーン、フォーカリナを立ち上げ、カリーナが暮らしていた施設、 ロイ・キニアハウスの庭の改装のための資金を募っている。ロイ・キニアハウスは、ロリーの母カーメルが、カリーナのようなケアを必要とする、人々のための施設がないことに不満を抱き、重度の身体的、精神的困難を抱える、若年層のための施設を建設するための、資金調達を1994年に始め、2000年に開設した施設であり、施設名は、カーメルの亡き夫で、 ロリーの傍婦であるロイの名前にちなんでいる。ありがとうございます。